はい。こんにちは。ナータキャオです。始まりましたね。ブラックフライデーシーズンということで、様々なところでセールが始まっていたりするわけですけども、皆さん、このセールを狙って何かお買いになるんでしょうか。今回ですね、先日あの紹介した タブネススマートフォンが一気に値下がりします。というお話です。というか、まあ値下がりしてます。というところです。日本時間で28日。ね。28日の4時59分までこの価格だというところですが、大木てれさんの WP10。こちらが、こちらが、 いや、すぐなっております。40%オフということで。まあ、あの、日本円にして、だから4万1000円ぐらいになってんのかなもともとがさ、結構スペックしっかり詰め込まれてるものだったんですけど、それが4万1000円というところですよ。スペックで、ね、あの、これ、オーキテルので公式に、まあ、その、 同程度ぐらいのものとの比較というところで、ちょうどそのスペックと価格っていうのをね、比較しているものがあるんで乗っけますけども。まあ、まずディスプレイがフル HD プラスじゃないですか。ね。で、まあ、バッテリーこう、ここでバッテリー乗る、来るんだね。俺のあのー、スペック表とはちょっと順番が違いますけども。バッテリーが8000ミリですと。まあ、その、アウトドアでもそうですし、まあ、小旅行。ね。 余裕で、まあいけますね。で、アウトドアだったらアウトドアでコンパスとかそういったものを使いながらっていうところでも結構いい感じに動きますよというところであります。カメラに関しては4800万画素のカメラがね、搭載されていて、まあ最近あの、ここ2年ぐらいですか。2、3年あの、流行りにもなってますけども、超広角が1300万画素というところであったりします。これね、 あのー、4K 撮影対応してるんですよね。4K の 30fps ですけども。対応していて。これですね、オキテレさんの方で 4K の、まあ、撮影された動画っていうのが載ってます。ね。これちょっと見てもらいたいんですけども。 割とね、綺麗に撮れてるかなっていうふうには思いますね。あの、おそらく、まあ、スタビライザー的なものっていうのは使ってるんだと思うんだよね。そういったものに、まあ、ジンバルとかさ、そういったものに装着して撮影してるんだとは思いますし、まあ、その、定点のものに関しては三脚とかね、そういったものを使ってるんだと思いますけども、結構やっぱ鮮明には映ってますよね。色味も、 割と綺麗かなっていうふうには思いました。もちろんその色とかそういうものに関しては後から調整いくらでもできるんですけども、結構そのしっかりと 4K 感というか解像度っていうのが感じられるね、動画が撮影できてるかなというふうにも思ったりはしています。まあもちろんね、4K とはいえよ、4K とかいろいろこう、いろんなところで言われているとはいえ、結局はもう画素数的には800万画素なんで、 ね。800万画素の動画なんですよ。ね。あの、巷ではもう1億画素だとかっていろいろ静止画では言われてるところでスマートフォンカメラ。800万画素なんですよ、4K っていうのはね。で、まあ言えば、まあ普通になんかもう単純に考えたらまあ撮れて当たり前だろうぐらいな感じに思えたりはするんですけども、まあそのタフネススマートフォンで 4K 撮影っていうのは、まあ、割と全てが全てそこまで対応してるものではなくって、ちょこちょこしかないんですよ。 で、その中でこいつが撮影できるっていうのになれば、まあ、その、みんなでね、レジャーで楽しんでる時もそうですし、ね、その景色だったりとかっていうのも撮影するのもいいでしょう。また、あ、はそういう、こう、工事現場とかさ、そういったところでの現場撮影ですね、現場記録かっていうところでもね、鮮明な動画っていうのは残せるでしょうし、ここら辺はいいのかなっていうふうには思います。でね、やっとここら辺で SOC 関連のお話ですけども、ディメンシティ800ということで。 メディアテックさんのこのディメンシティね、ちょっと使ってみたいなと思ってる方って結構いたんだと思うんですよ。俺もね、ディメンシティがいろいろ発表されてた時には、結構興奮した動画っていうのをいろいろ出したと思いますけども、安い CPU を作ってきたメディアテックで、なんかパワーも兼ね備えて出してきたねっていうのはやっぱディメンシティでしたよね。出てきた当時はそんなイメージで、うわ、触ってみたいんですけどみたいなね。 ベンチマークスコア出てんじゃんみたいな感じだったわけですけど、それが、なんだろうね、ここに来て、いろんなそのタフネススマートフォン、このディメンシティを採用してきてるなっていう感じなんですけども、まあそれだけ価格が下がってきたのかな。もともとその安いスマートフォンを作っているところっていうのは、結構こういうね、その搭載するものに関してもですね、いろいろこうコスト感っていうのは厳しいところあったと思いますけども、ディメンシティがここに来て価格が落ち着いてきたのかな。 そこで採用がいろんなところで決まってるのかなっていうふうに思いますけども。ディメンシーいいじゃないですか。で、ラムが8ギガでストレージが128ですよ。ねこれで369.99ドル。ということで40%オフになって日本円に換算で4万1000円ぐらいと。ね。アリエクスプレスだと、まあ300円400円のクーポンが別でまた出るのかな。ね。それを使って4万1000円ぐらいだと。 いうところでありますけども、いかがでしょうかと。で、今回のこの WP10 っていうのは、そのアウトドア系のね、機能っていうのは、まあ、網羅してるわけですよ。そのアウトドアツールなんかも搭載してたりしますし、もちろんその防水防塵対衝撃っていうところありますよね。IP6869 k 見る企画準拠のところもあったりはします。まあ、それゆえに、えー、まあ、水中でのね、カメラ撮影でもできたりするわけなんですけども、 結構普通のところもしっかりやってるところはあって、まあそれがまあ一つ 5G っていうところもそうですし、まあ実際もねその対応周波数帯っていうところでも、割とその日本のね、ものとの親和性も高いものになってたりします。あとはですね、まあ一般的なところの使い方で言うと、例えばその、ディスプレイとかに、そのモニターとかに映す。これはあの、スクリーンキャストっていう機能が入っていて <laughs>、 そのスマートフォンのこの WP10 のスクリーンを映すとか、そういったのもね、しっかりとデフォルトで装備してたりするんですよ。なので、あの、まあ、そのアウトドア系のツールというところで見ると、そこまでそんなところを対応しててもなっていうふうには思うとは思うんですが、 デフォルトでそこまでやってくれてるっていうのが、結構他のですね、タフネススマートフォンにはないところまで、なんかこう考えられてるかなとか、気は使われてるかなというふうに思ったりするところでありますね。結構ゴツゴツ系のね、タフネススマートフォンですから、先日俺がね、改めて紹介したものよりも、また違ったこっちの方がね、好み分かれる部分だと思うんですが、ゴツゴツ好きな人にはね、 結構いいんじゃないでしょうか。そういう方にとっては今回こうやって価格が下がってきていての WP10 なかなかいい選択肢にもなるのかなっていうふうには思ったりするところではあります。日本時間で28日午後4時59分までこの価格でということですから。まあお財布の余裕とかね、そこら辺も鑑みて。 今年はちょっとゲーム変えなぞみたいな。俺みたいに、プレステで買えなかったとか。<laughs> なんかおもちゃでも買っときたいと。ね。で、こういうアウトドア系買っとくと、来年も含めて、まあこれからだとですね、その、あの、ウィンタースポーツとか、そういった時にも使えますけども、それやらない人でも、来年またね、春以降でのキャンプとか、 ねえ、マリンスポーツその後のものとかっていうのもいろいろ、これ持っていけますからね。安心じゃないですか。普段その、10万円超えのスマートフォンを使っていても、それ、もうまあすでにその、防水性能っていうのはね、搭載してるわけですけど、それでもちょっと嫌な時ってあるじゃない。特になんかまあ、普通に遊びに行くだけとかね。うん。なんか仲間内でポッと遊びに行く時だけとかっていう、なんか嫌じゃん、なんかあったら嫌じゃない。 だからそういう時だけ、このアウトドアスマートフォンに SIM 入れ替えちゃうみたいな使い方としてもありなのかなっていうふうに個人的には思ったりするし、うん、まあそのサブ回線とか思ってるんだったらね、そのサブ回線だけこっちに入れ替えてそれを持ってくっていうのもね、ありなんじゃないですかね。後悔はしないよね。なんかあっても後悔はしないじゃん。 うんその、持ってたスマートフォンがフラッグシップで10万円超えの,もの持ってって、なんか傷ついちゃったとか、落としちゃったとかってなると、結構後悔するじゃないですか。普段使いの時だったらまだあれだけど、なんか遊びに行って割れちゃったとかだと後悔しまくりじゃないそういった時に、まあ充電の心配もそこまでないし、で、もともと防水防塵対衝撃だし、そして今セールで安くなってるってものがあると、結構いいね。 いい、こう、マシンになると思うのよね。そういう使い方もあるじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。その、適材適所でシム入れ替えて使うっていうのはもうね、ありじゃないかなっていうふうには思うんでね。あの、考えてみてはいかがでしょうか。ということで、また見てな。バイバイ。